もう一個だけ、ロゴの話をしましょう。ロゴを入れたいので、一番上のスライドマスターを選んで、この辺りにロゴを入れます。ただ、今日ロゴの画像を用意していないので、代わりに図形を入れますね。リボンの挿入から図形を選んでいただいて、ロゴの代わりにこの辺りにちょっと書いてみてください。そうすると、やっぱり各レイアウトのところの右上にもきちんと、ロゴの代わりの図形が出ているはずですので、これ後で見たらわかるんですが、作成済みのスライドの右上にもちゃんとロゴが入った形になります。これ全部のスライドに1個ずつ入れたらダメですよ。手間がかかるだけじゃなくて、後でサイズを変えようと思ったら、100枚あったら100個変えなきゃいけないですからね。プラス画像ってものすごくサイズに影響するんですよ。なので、ファイルサイズを小さく抑えたいのであれば、入れる場所は1箇所。